株主優待って200円なんだ。全然マイスタイプしてなかったけど、いいな。そうか、そうなんだ。じゃあ、これも乗ってたらいいわ。特にチケットの店とかではないんですね。でもここで乗ってから買うっていう手もあるんですね。へえ、面白い。すごいですね。全部クーラーがいい感じに効いてますね。クーラーの効いて、ここのブロック貸し切っちゃってますからね。まあ一つとかいうぐらい余裕ありますからね。小型フェリーと見てフェリーです。すごい広いですからね。この大ゲールの列を見ながら悠々と船に乗れる。しかも400円、これいいじゃないですか。私こういう旅行が好きなんですよ。お、出発ですね。
立場あ、この子は変なじゃん。わあ。あ、これが海軍兵だ。これでいけるかな。150円。どっちなんやろ。他も何枚なんかな。どこに行きゃいいんやろ。停留所でずっと歩いてったり、この実家学校のあたりでも歩いて行けるんですね。でも結構降りて第一実家学校ってところに向かっていくというみたいですね。ここが板島中央って書いてあるけど、この辺が中央新聞なんですかね。すごい。上りとか隠れもそれことながら海軍の街って感じになってますね。こんなとこ無料休憩所もあるんや。ふるさと交流か。これか、海上自衛隊幹部候補生学校第一塾科学校。